もです、つくもやよ5月15日今日は初の始めやね。初いうのは法事や婚礼、売買や建築なんかには役日とされる機会や。26日までやさかい、いよいよ気付けてな。六夜は友引き、友を引くから今日は避ける。朝夕は吉、お昼間は今日。時間は水の絵、大河を示す夜の水。種が地面に落ちて春を待つ状態を示したる。十二支はね、ネズミやね。夜の水、万物が地下で栄養を蓄えとる状態を示したる。ほんで十巻も十二支も夜の水や境、お夜五行は日は言うてな。物事が良くも悪くも勢いを増す言うけや。友引きで日はやなんて、まあまあ良いような。悪いことやったら周り巻き込んでえらいことになりそうやけど、ええことやったらな、その逆で栄養に勢い増すいうふうにも読めるでな。まあそれでも八千始めついとるからどうなるやろね。これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほなまた。